お休みやめた。しかし、このお店は本当良くなったね。良くなった。なんかこう、浮ついた感じがなくなっちゃったね。八谷君の決意です。カノヤのプリンス、この店でやっていくという決意、いい感じだよね。オーダー通りの、お店の子がみんな結婚したしね。八谷君も結婚したし、お店の子、ミキロも、ああ今日のヘルプの人は知らないけど、お父さんもお母さんも、なんじゃこりゃ、うわー来た、今からそう、何これ、何これ、チャリも取ってね、これローストポークです。超うまそうだ、これが食べたくて、香りがまた、香りがまた、食べていい、筋肉の豚の生地が硬くなる一歩手前の温度があるんですけど、その一歩手前の 0.1 度前の温度を0.1 度、8時間ぐらい火入れをして、だから赤い身が残ってるんですよ、ローストポークだけど絶対めっちゃうまそうなんで、でそれをさらに、表面だけ油焼いて、で、橋本さんたち側の方が脂身が多いところですね、でこっからどんどん脂身がなくなっていって、また先っぽの方にちょこっと脂身が食べる、はい、超いい匂い、匂いだけですごい、ローストポークが食べたくて私来たんだもん、これは美味しいです、これ切れた脂っこい、うんうんうん、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 ローズマリーがまた、ローズマリーだね、ほのか、何時間って8時間その温度で、どうやってやるのそれ、アメリカにですね、機械が、その機械を入れてますよ、何度も、これ言ったら、ね、あ、秘密なのね、秘密なの、僕 0.1 度ずつ上げていってやっと見つけた、企業秘密、その人だけだったら全然教えます、うまい、今喋っちゃダメ、うまい、ダメ、今ダメ、うまい、うまいよ、大丈夫ですか、いやマジでうまい、マジでうまい、これ毎日出てるの、これ毎日出せるの、毎日出します、すごいな、毎日ランチとかに出してない、ただその福留米小牧場のサドロースを基本今の金屋では3軒ぐらいしかないと思うんですよ、肩ロースじゃなくてダメなの、肩ロースが一番いいでしょうね、一応こっちの通常メインに幸福豚ではなくて国産の豚のバラを使った同じ料理なんですけど、バラは正直言って脂身が多いので若手にはめちゃくちゃ受けるんですけど、肩ロースってバランスがいいんですよ、脂身が、野菜ももうずっと、またこのソースの塩梅がいいね、全然しょっぱくなくて、うん、えらいうまい美味しいです、うん、これはすごい、俺が食べなかったの、うん、すごい、またこの合います、白ワインと、うまい、うまい、これはね、頭を抱えるうまさでしょ言葉になりません、うん、お肉が硬くなる 0.1 度の手前の温度で8時間やってもこの赤いのが残ってる、うん、このお芋美味しいね、うん、美味しい、
まい。すごいな、八役。すごいな、八役。インスタあげましたか？うん、あげてました。なんだこれ、写真が撮ったね。牛ホルモン、鶏の皮、全部美味しいけど、これ最高かな。あの、タリーモの最高が出ました、豚肉って美味しいのよ。美味しい。鹿児島県民としては豚肉って美味しいのよね。牛ももちろん美味しいんだけど、本当に美味しい豚肉って美味しいんだよね。でも味付けもいい。これ戦争、戦争感じる。ローズマリーの使い方がいいね。そこはかとない。八谷くんどうした？八谷くんもう料理人だな、これ。無言。脂身も赤身もものすごい美味しい。ものすごい美味しい。まさにね、かのやの。やばい。やばい。Yeah.